こんにちは、バリオです。今日はキャラメルマッキアートを作りたいと思います。キャラメルマッキアートにはバニラシロップが入ってるんですけれども、こちらね、よく見るかな、こちらの方を入れるんですけれども、こちらはですね、とても美味しいんですが高いということで、自分でこちらを真似して作っていきたいと思います。